足ずり、大社のお使い、丹左衛門の城元康と、その友の者を乗せた船は、目指す機械ヶ島に着いたが、荒漠とした孤島の様は、都より訪れた人々に、恐ろしく激しい印象を与えた。船が島に着くや、波に濡れた浜に一気に飛び降りた元康は、大声を上げた。都から流された、兵判官安頼入道、丹波少将殿はおられるか？友の者もこれにわして、口々に尋ねたが、しばしは波の音がこれに答えるばかりであった。というのも、安頼と少将の二人は、例の熊の詣に行っていたからであったが、ただ一人、俊寛は、小屋のほとりに寝そべったまま、一人京の町を思い、故郷の寺の山々に思いを馳せていた。人の声も稀で、耳にするのは、風の音、波の音、時より島を渡る海鳥の叫びぐらいで、近頃物音に無関心になっている瞬間の耳に、海辺から人の叫び声が伝わってきたのである。愕然として身を起こした瞬間は我が耳を疑った。だが、熊の詣での二人を呼ぶ、島人ならざる人の声は確かに聞こえた。これは夢に違いない。寝ても覚めても、今日の都のことばかり思い詰めていたための幻の声だ。悪魔が、俺の心を惑わそうというのか、とても現実とは思えん。と、一人は嘆きながらつぶやく瞬間の足は、飛ぶように、声のする海辺へ向かった。瞬間は走っているつもりではあったろうが、その形はほとんど倒れながら転がるにも似ていた。瞬間が使いの丹左衛門の城元康の姿を認めると、流された瞬間は私だと叫ぶのと同時であったが、彼自身、うつつにあることが事実か幻か判別できぬありさまだったのである。しばらく落ち着いた瞬間の前に、清盛の大許し文をしたためた許し文が差し出された。震える手つきでこれを開けた瞬間は、一気に読み下した。重罪は、今までの流罪によって許す。都に早く帰ることを考えよ。この度、中宮の安産のお祈りによって、大赦を行う。ゆえに、機械ヶ島の流人、少々成常、安より奉仕両人赦免。だが、俊寛の名はどこにもなかった。目を血走らせた彼は、許し文の包み紙をひったくるようにしてみた。やはり彼の名はなかった。半狂乱になって、許し文を隅々まで探したが、求める二文字はなかったのである。今こそ瞬間は、これが幻であれと心の中で叫んだであろう。やがて姿を見せ、ことの成り行きを承知して、気色を浮かべた幸運の二人、少々、奉仕の姿も、瞬間には見えなかった。彼の欲したのは、ただ二つの文字、瞬間の名前だけであった。同情し、絶望させたのは、後の二人に、縁者からの手紙、ことづけの類が山ほどあったのに、彼には全くなかったことである。夢から覚めた、いや現実から覚めた瞬間の胸には、俺の親類縁者は一人も都にいないのかという思いが湧き上がってきた。やがて、すべてに見放されたと知った瞬間の口から、絶望の声が漏れたのである。一体、
この三人は同じ罪なのだ。流されたところも同じなら、罪の重さも同じはずだ。俺一人、ここに残すということはないはずなのだ。平家が思い忘れたか、許し文を書いた役人の書き間違いか、これはどういうことなのか、俺にはわからん。狂ったように泣く瞬間の両手には、浜の濡れた砂がつかまれた。渚に打ち伏したまま泣き叫ぶ姿に、誰も声が出なかった。やおらみを起こした瞬間は、丹波少将のたもとをむずと掴んで愛訴した。かつての、呆然たる面影は全くない。あるのは、都に帰りたい執念が一時に爆発した一人の男がいるだけである。瞬間がこんなありさまになったのも、あなたの父の謀反からじゃ。あなたも知らぬ顔はできぬはずじゃ。頼む、許されぬとあらば、都までとまでは言わぬ。せめてこの船で、日向か薩摩の地まで連れて行ってくれい。あなた方が島にいればこそ、時には故郷のことも伝え聞くことができた。わし一人になったら、それもできなくなるのじゃ。瞬間は少々のたもとをつかんで離さぬ。たもとが島と本土を結ぶただ一つの橋のように、彼は両手でつかんでいた。瞬間に口説かれた少々は、もともと気性の優しい人だけに涙ぐみながら、なんとかこの男に、希望を与えようとして懸命に慰めた。まことにごもっともの話と思います。我ら二人が召し返されるのは嬉しいが、あなたを見ては行くに行かれぬ気持ちです。お言葉通り船に乗せてお連れしたいが、上司の方がそれはダメじゃと、それ先ほどから繰り返して申しておられる。許されもしないのに、三人一度に島を出たと知れたならば、今度はひどいお咎めがあるかもしれぬ。今取るべきはただ一つ、私が京に帰り、人にも相談して、入道殿のご機嫌も伺って、なんとか取りなすつもりです。その上で、お迎えの人を差し上げたいと思うのです。それまで、どうかご辛抱いただきたい。たとえ今度の赦免で漏れていても、そのうち必ずお許しがあるはずです。言葉を尽くした少々の慰めも、瞬間の耳には入らなかった。何としても帰りたい一心の彼は、船に飛び乗って、今日に帰るのじゃ、と叫んだかと思うと、波打ち際に飛び降りては、潮を浴びたまま、連れて行ってくれい、と号泣するのであった。帰郷の喜びに、出発の準備も弾む少々、奉仕も、さすがに哀れに思わざるを得なかった。乏しい持ち物の中から、二人は、形見を残してやった。少々はヤグ、奉仕は法華経である。やがて、船出の時が来た。友綱が解かれ、船は押し出された。一行を乗せた船は、漕ぎ出された。だが瞬間は、友綱から離れなかった。
綱とともに海に入った瞬間の腰から胸へと波が洗っても、彼は船とともにいた。人々の静止の声にもかかわらず、背が立たなくなれば泳いで船にすがりついた。そして血を吐くような声で皆に頼んでいた。どうしてもわしを見捨てるのか？お願いじゃ、都とは言わぬ。九州のどこへでも連れて行ってくれい。日頃の情けをかけてくだされ。瞬間の叫びに耳を覆うようにした一行は、船に取り付く彼の手を払いのけて、ようやく漕ぎ出すことができた。渚に戻ったまま打ち倒れた瞬間は、泣き叫びながら足ずりした。幼児が母親を慕って泣くように、瞬間は足を砂浜にすりつけて、わめき叫んだのである。わしを乗せてくれい。どうか連れて行ってくれい。この繰り返された叫び声は、白波を後に沖へ漕ぎ出す船をいつまでも捉えていた。立ち上がって船を探した瞬間の目は涙に曇って何も見えなかった。夢中で島の小山の頂に走った彼は、波の間に小さく消える船を見つけた。今や声も枯れ、涙も果てた瞬間は、ただ両手をいつまでも船に向かって振り続けるのだった。船が母色の海に溶けるように薄れて消えると、機械ヶ島を夜が包んだ。一人になった瞬間には、今日一日のことが幻のように思われる。抱き続けていた夢が残酷な現実となった。打ちのめされた彼のさまよう足取りは、いつしか運命の水際に来た。一人で苦しむより、むしろ思い切って死のう。海に身を投げて命を捨てようと何度も考えた彼を思いとどまらせたのは、かねてから優しい心を見せていた少々にわずかな希望を託した言葉であった。思いやりのある彼のことだ。今日に帰れば有力者も身内に多いのだから、入道にも頼み込んでくれるに違いない。そして俺も遅くとも来年には、などと夜の浜に打ち伏したまま、聖夜の中に今日への懐かしい思いをたどるのである。